です。今日はですね、PC 版ぷよぷよテトリスのテトリス A 級リーグ VS ウンボ戦が、今日の朝9時に行われましたので、こちらの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。自分左側ですね。まあ、このプレイヤーの特徴はね、かなりもう、ほぼほぼ中開けで来るので、まあ、前もね、以前も対戦したんですが、基本的にはまあ、端開けで対抗する戦術といったところだが、一戦目は、普通に積んできましたね。さあ、T スピンダブルで、ね。しかし、こちら端開けでしっかり連繋げる。8連、9連、10連、11連までですかね。11連までで、ちょっと歩みのが遠かったんで刺さってしまいましたね。まあ、連の火力的にはそこまでなかったけども、ちょっと、受けが狭い相手の形になっていたので、しっかりそこを咎めていった。さあ、来ましたね。中開き来たと思ったけど、大美濃の秘密してしまう。さあ、これはまあ、冷静に行きたいですね。ああ、大美濃の秘密してるの見て、冷静に発火した。おそらく大丈夫だろうと判断しましたね。そこに、さらにエルミノの置きミス。さあ、かなり置きミス多発していて、辛そうに見えるが、ワンチャン連のルートが繋がれば、耐えれそうではあるが、エルミノ、アイミノ、ピミノまでか。しかし、こちらまあ、連で、連のフォアで有利取れたんで、しっかり操作やすしから、ちょっと T スピンダブル打つの遅れましたね。T スピンダブルで掘られて、相手 T スピンダブル作っていくけど、さすがにピミノが遠いんで、刺さりましたね。Z ミノで掘りに行けば、またワンチャンありそうだったかな。ただ、やはり、ちょっとティーミノが遠いところにティルティングでしまったんで、しっかりそこを見逃さずに、刺しに行きました、ね。さあ、今回も、端開け、端開き対中開けですね。まあ、こういう対決に基本的にはなると思います。さあ、端開き組んでって、ちょっと発火したが、これ。できれば右側埋めたかったな。だが、発火するスピードが基本的に中開けの方が早いので、そこまでやってると間に合わないことを察知して発火しましたね。さあ、これしっかり繋がるか。相手11連。12連、13連、10連。まあ、繋がるけど、こちらも一応繋がりますね。さあ、待ちゲー。まあ、相手に火力を送りたくないんでね、これね。火力を送って、下穴繋げられると、まあ、絶望的になってしまうんで、待ちゲーが発生してる。さあ、カサ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 。大見の大スピンかな。大スピンを、まあ、できないですけども、しっかりカサカサして、時間稼ぎ。相手も、大スピンではないけど、カサカサして時間稼ぎ。さて、できるだけカサカサして、ホールドして、時間を最大限稼いでいく。相手は、J ミノ、アイミノ、アイミノ、までかな。ただ下穴次第では全然繋がるんでね。相手も、一番下まで落下させてから、さらにホールドを駆使しつつ、できるだけ時間稼ぎ。これ、ホールドの時間があると、時間的猶予を取れるので。こちら今、ティーミノでこれ発火するしかないけど、相手一応ホールドでJミノを引っ込めることができるので、じゃない、アイミノを引っ込めることができるので、そこで、まあ、時間的有利が取れてます。これは一応Jミノでも、オーミノでもいけるんで、Jミノでカサカサしてからオーミノに切り替える。俺はオーミノ、Sミノ、Jミノまでかな。あと、繋がっても3連ですね。それに対して相手はどうだ。さあ、カサカサで、ここでね、先に攻撃、おーっと、ずれた。だが、まあ、結果的には、ずれたけど、相手に攻撃を送らなかったんで、連の法案にはされませんでしたね。ちょっと設置されてしまったが、まあ、これはこれで良くはないけど、まあ、なんとかって感じですね。さあ、操作されて、テトリス2連発強い。さあ、掘ってて、これ掘れるか？大身の大板がちょっと下穴、掘りづらくしちゃったな。なんとか削ってて、3内消しで、相手は、間髪入れずに火力送ってる。Sミノで掘ったけど、今のはエルミノで掘った方が良かったですね。エルミノで掘って、T スピンダブルからテトリスにした方が良かった。さあ、しっかり操作やすしから。さあ、こいち。で、やられてしまった。まあ、冷静でしたね。ダブルダガーだったかな。ぽい形で、操作やすしから2発送られて刺さってしまう。エルミノで掘れば良かったとこを S ミノでちょっと削ってしまったのが致命傷になっちゃいましたね。さあ、これ俺、はしゃけっぽい形くんだけど、3列連になってしまった。これミスりましたね、単純に。単純に4列をミスってしまい、3列連になってしまうが、まあ、言うて3列連もまあまあ強いんで、しっかり繋げれば、おそらく耐え切れはするんじゃないかなと思います。さあ、8連、9連、10連、11連に対し、12連までか。12連までに対し、12連、同じ連のルートというか、方がだったけど、まあ、3ライン消しだったんで、こちらの方がちょっとでかかったですね。まあ、3列連も結構侮れないね。
さあ、しっかり受けてから、ホリレンドルトレ、Z ミノ、L ミノ、S ミノ、I ミノと掘っていく。T ミノ、J ミノ、L ミノで、ここまで繋がれば相当強いですね。で、ドネイトを駆使しつつ、T スピンダブル作る、T スピンシングルか。シングルからテトリス、相手も T スピンダブル。ここは、ここからは普通の戦いですね。まあ、おそらく、その、開幕の待ちゲーとかを発生せずに、普通の自力勝負になると思います。さあ、T スピンダブル。相手も TSD、テトリス、マートム1。から、ホリレンで。ホリレンありそうな気がしたけど、ホリレンは見ずに、普通に切り替えていきましたね。T スピン、火力に切り替えていきます。さあ、こちら、テトリスから、T スピンダブル。から、ホリで、アイミノまでかな。アイミノまで。さあ、相手がちょっとアイミノ遠いんで、削ってきた。まあ、これはだいぶ有利ですね。しっかりとした総裁外し、から、こう、ちょっと刺しに行きたいところだけど、まあ相手もしっかり総裁やっててるんで、まだ問題なさそう。まあ、戦況的には有利なんで、この有利をしっかり活かしていきたいところですね。テトリス、とテトリスが総裁当たる。あ、一ラインちょっと受けたくないんで、急いでおいて、一ライン分受けずに総裁当てる。さあ、相手 DT 放くんだが、なんとか TV の2つ生きてるか。最終的には結構勇気のある積みだけど、間に合ったんで問題なさそう。しっかりテトリスボイにして、放りに行く選択肢だが、T スピンダブル。これは押し切れそうですね。テトリスで送って、刺さっていく。まあ、かなり穴場多めだったんでね。DT 砲まで打ち切れたのは強いけど、その後、ちょっとま、放りづらい、放りづらそうなのを見て、普通に順当に火力送って刺しに行きましたね。まあ結構まあ、自力勝負になれば、自信はあるんで、まあ開幕ですよね、やっぱりね。開幕がかなり重要な、対戦相手になると思います。じゃあもう一つ見ていきましょう。さあ、まずは、最初1セット取って、じゅんちゃんって感じですね。さあ、これは、普段なら開幕 TSD だけど、まあ、相手が中明けれん対応してくる方なんで、橋明けですね。橋明け、対中明け。さて、積み込み的には、まぁ、ちょっと妥協して発火しましたね。こちらがちょっとだけ早めに発火しないと、理論上中明けの方が、打つタイミングが早いので、致命判定になってしまう可能性はあるので、ちょっと早めに打ってるっていうのはあります。さあ、待ち毛発生した。同じエルミノで、同じ場所に、ほぼ、エルミノがあったから今のなんか面白かったですね。さあ、ここで発火してきた。さあ、どうだ。そこに穴が来たのは美味しいが、ちょっと考える時間ない。ちょっとか、危ねえ、危ない、ギリギリ。危ないぞ。ちょっと考えてると危ない。ギリギリ耐えて、さあ、16連目のティスピンダブル強烈。しかし相手穴いいぞ。ホリレンで、Z ミに割れおるか、まとめ1が、刺さっちゃうか。割ってしまった。左側に穴が3列分来たのは良かったんだけど、まぁ、ちょっと考える時間がなかったんで、うまいホリレンのルー経路を、選べなかったですね。ちょっと考えてしまって、そこで時間食って、相手のまとめ1というか、攻撃が一気に来てしまって、不利になってしまった。相手のちょっと直列強かったっていうのもありますけど。さあ、これは繋がらない。繋がらないの。厳しい。繋がらないとまあ比較ですね。連帯技術は。ちょっと発火するミノ悪かったかな。大体わかるんですね。その、発火したミノで、あ、これ後々繋がんなくなるなっていうのが大体わかるんで。今のは、ちょっと発火したミノね、悪かったんでね、繋がんないかなと、正直悟ってはいました。さあ、再び、橋開けたいな。かけたか。これ、大ミノローキミス痛い。さあ、そこに対して相手すーげー積み込んで、結果的には種さんになるから大丈夫そうか。レア発火するタイミングがこちらの方が早かったんで、そうですね、これで押し切るしか勝ち筋がなかったんで押し切ろうとしたけども、しっかり間に合って、まあ、かなり繋がりますね。L ミノ、S ミノ、T ミノ、L ミノまで繋がるか。で、これはまあ絶望的ですね。ちょっとまあ連対決の状況はまあ大きいミス、一つのミスが致命傷になっちゃいますからね。いかにミスしないプラス、まあ、冷静になれるかというところが重要になっていたんだが、ちょっと大見の大きミスしてしまったところをしっかり連で咎められていった。まあ、今のはね、もう、本当に、速攻で発火して、相手の中明けが、発火間に合わないのを、選択肢しか勝ち筋がなかったんでね、それ狙ったがしっかり間に合わせて、相手順当に、何連までだったかな、かなり繋がる連だったんで、まあ、絶望的でしたね。
さあ、もう一つ見ていきましょう。一つのミスが致命傷になるのが、かなり厳しいところ。特に連対決はね。普段の対戦でも、まあ、上級者、まあ、超上級者同士の対戦は、ミス結構致命傷になりかねるけど、連対決はもう本当に、もう完全致命傷ですからね。ミスした方が負けるみたいな、そんなところありますから。冷静に行きたい。さあ、発火して、相手が結果的に種さんになったか。こちらも種さん。さあ、どうだ、これは。さあ、ここで待ちゲー。相手も、Z ミノ、O ミノ、L ミノ、L ミノと、繋がりそうですね。しかも、まあ、いろんな繋ぐルートがあると、ホールドを駆使することができるので。こちらも、S ミノ、J ミノと繋いでもいいが、J ミノから行った方が、これは、繋がりそうですね。なんで、ホールドはできない、J ミノから。さて、どうなるか。待ちゲーが発生してる。さあ、お互い Z ミノで。カサ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 。あ、ちょっとね、あんまりカサカサすぎると設置されてしまうんで、ちょい妥協気味にカサカサしてます。さあ、ホールド入れて。時間稼ぎ、相手も多いので、カサカサおそらくするでしょう。左右に移動させて、さあ、ここで打ってきた。さあ、打ってくると、どうなる？直通うまい。これは強いぞ。さあ、T スピン、ダブルですね。うん、ダブルの方がいい。ダブルだったが、念の繋がった T スピンダブルだと火力が高いんで、逆にこの火力を相手に利用されると厄介なところ。さて、ホリレンのルート見ながら、アイミノカサカサして、ホールド入れて、しっかり時間稼ぎ、相手も大ミノから、大ミノから、穴次第ではちょっと、まあ、現状では有利だけど、穴次第ではまだわかんないですね。さあ、1ライン分来た。大ミノで、アイミノ、テトリス突っ込みたくなるけど、これは、横置きの方がいいですね。なぜ横置きの方がいいかというと、ホリレンのルートが実はあります。アイミノ横置き、S ミノ、J ミノ、Z ミノ、L ミノと掘れるので、さらにネクストにアイミノもあるから、これアイミノまで繋がるんじゃねえかな。多分俺の考えが間違ってなければおそらく繋がります。ここはアイミノね、みんな縦置きしたくなっちゃうけど、ここをね、しっかりホリレンのルート見て、そうですね、こうやって横置きにして、一覧消しすることによって、なんと、S ミノ、L ミノ、じゃね、J ミノ、Z ミノ、L ミノ、I ミノ、T ミノまでと、ここまで繋がるんですよね。すごいテトリス打ちたくなるけど、まあ、やっぱりホリレンのルートを冷静に見ることによって、この、相手を確実に差し切ることができると。まあ、どう考えてもテトリス打ちたくなりますよね。冷静なホリレンのルート。さあ、これはいい繋ぎ方でしたね。さあ、再び、もう、お決まりかのような、端開きたい中開け。さあ、これ結構急がないと危ないぞ。ソフトドロップも結構多めなんで、急がないと差し切られる。さあ、それを見て、相手、そこで差し切る構えだが、なんとかギリギリ間に合って、危ない。ここまで来れば大丈夫ですね。オーエノーエルまで間に合えば、5ライン分なんで、連はね、絶対に5ライン分なんで。大丈夫。といったところが、これ、結構、危ないぞ。持ってって、サクイチ。いや、刺さっちゃうか。T スピンミニで BTB つけて T スピン狙ったけど、これ T スピン狙わずに掘りに行った方が良かったですね、判断的には。ちょっと判断ミスしてしまった。レンの方は、では有利取れたけど、その後の立ち回りがいまいちでしたね、これは。わざわざ T スピン狙う必要はなかったので、無難に掘るべきでしたね。さあ、端開きで、こちら早めに発火。相手も、発火してきたが、下穴が、高いので、下穴までは繋がらないですね。それに対し、こちらは平らなんで、一応、レンが繋がる、未来はありそうだ。さて、待ちゲーが発生している。さあ、どうなるかといったところ、相手ホールドして、エルミノ、アイミノ、エスミノ、オーミノ、ジェイミノ、ティーミノ、繋がりますね。それに対して、こちらも繋がるでしょう。いやー、しかし、そこに穴が来てしまった。今の、ちょっと、これは運が悪いですね。10分の1なんだけど、一番左端に穴が来てしまうと、エルミノで2ラン消しになってしまうので。いや、でもどうだったかな？それを、その可能性があるのを先読みして、今のはちょっともうちょい受けの広い、連の状態で待った方が良かったかな？ちょっとそこまで意識配分できなかったですね。まあ、10分の1引いてしまったのが、まあ、ちょっと運が悪かったんで、まあ、しょうがない部分もありますね。ただ、
連のこの待ち次第によってはそれを解消することができたので、あ、若干俺の絵が悪い部分もありました。さあ、これは冷静に、15連、16連までかな。J ミノ、J ミノ、T ミノまでの16連まで繋がるんで、しっかり刺しに行きましたね。まあ、細かいところだけどね、そういう細かいところも実は連対決であるんですよね。下穴がどこに来るかっていう、その受けの広さとか、そういうのも、しっかり考えておくことによって、本数は変わってくると思うんで、割かし重要です。さあ、これは連の飽和で不利取ってしまう。さあ、これはしっかり繋げられたら不利取られる、不利だが、しかし相手も繋がらず、9連対9連止まり。さあ、これは、ここから普通の戦いになるでしょう。BTB 好きなんで総裁外し、で、しっかり相手も総裁外しで強気。T ミノ前かな ?T ミノ前のホリレンドルート。で、テトリスから、TSD 作って、さらにテトリス。まあ、直通美味しいですね。さらに、テトリス、T スピンダブルと。さあ、これは、J ミノ2ライン消しが間に合って、いやー、でも、アイミノ超えねえか。てか、アイミノ超えたとしても、その前に、ね、S ミノ置いたところが致命判定になってしまったんで、これは刺さりましたね。さあ、このセットは取っていった。まあ、結構ね、やっぱり連勝負怖いですね。現状は6対6かな。このさっきのセットストレートで取られて、3対1で、0-3 で、3-2だったから、6対6ですね。同点。さあ、もう一つ見ていきましょう。まあ自分ね、スロースターターということもありますけども。さあ、ここまで同点危ないぞ。しっかり、冷静に行きたいところですね。さあ、再び発射系、相手ももうもちろん仲良いですね。さあ、積みやすさ的には、端開けの方が有利だが、まあ、早めに発火しないと不利になってしまうので、早めに発火する。下穴が、エルミノの、この立ててる部分に来ているので、相手は下穴まで繋がんないでしょう。それを見越して、お互いガン待ちしてますね。相手がもう下穴まで繋がる未来はないので、こちらが下穴をどれだけ利用できるかで勝敗が変わってくるところ。さあ、ガン待ち対決。ホールドを駆使しながら送って送って、相手も一応繋がりますね。 S ミノ、Z ミノ、T ミノと全然繋がるんで、これはおそらく待ちゲーですね。ガン待ち対決。さあ、カサ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 、こちらもカサカサ。ウェッドハイセドリ送って、さあどうだ、これは T ミノしかないですね。しかし、大ミノでできるだけ落下数稼いで、できるだけカサ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 で、まぁ、ちょっと妥協しながら。あんまりカサカサしすぎてしまうとね。さっきも言いましたけど、ミノが設置されてしまうんで。割りかし妥協気味にいた方がいい。さて、どこに穴が来るかの、まぁ、ここら辺はちょっと運はありますけども。まぁ、結構ミノの受けは広いんで、右側から3列目に穴が来なければ、結構繋がるかもしれない。それを相手も悟って、お互いが待ちですね。さて、どうだ。さあ、じれったい勝負になっていく。エルミノから、J ミノ、エルミノ、Z ミノ、オミノと言ってもいいけども、まあ、これ、やっぱりね、ホールドを入れて、できるだけ、対空時間を稼いだ方が、受けられる可能性は高いので、さあ、できるだけホールド。で、オミノもカサカサ。相手も T ミノカサカサ。さあ、総裁当たる。これね、ホールドできるかできないかで、かなり、対空時間変わってくるんで、割と重要。さあ、J ミノから行ってもいいが、L ミノから行くでしょう、おそらくこれ。カサ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 して、こうですね。ホールドさせることによって、受けられる時間を稼ぐためにホールドしましたね。なんで、複数ルートがあると有利を取ります。さあ、相手は発火してきた。こちらもちょっと発火するしかないが、発火した。さあ、どうだ、相手。相手が、アイミノか、アイミノ、いやでも、S ミノからホールドで J ミノといけるんで、時間はありますね。さあ、長い長い。連対決はこれが長いんですよね。まあ、勝つためにはしょうがない。さあ、ここで S ミノ落下してしまった。さあ、それ見て、17連まで。でも意外とこれ、落下させても逆に、相手にその火力を送らずに、なんつうんだ。下穴を利用されないんで、言うほど、不利にはなんないですね。
さあ、これは新しいカサカサ対決。だがしかし、これ見切りましたね。別に素材当てられても、3回分攻撃が送られるんで、見切って、刺しに行きました。今のは、単純な素材外し、がしたいのと、相手が素材当てたいのの、カサカサ勝負でした。ちょっと連対決とは違った読み合いだった。だがしかし、しっかり、まあ相手の、素材当てられても大丈夫なのを見切って発火しましたね。いい判断。さあ、これは相手が若干積み下ってるか？どうだ、これ。間に合うか？ 3 連、4連、5連、6連。間に合ったとしても連の方はで有利なんで、これは差し切れるでしょう。ピーミノまで繋がるが、16連、17連までいいですね。相手がまあ11連までだったかな。ちょっと中開けやっぱり積み込むの下っていたので、中開けはね、こうなりやすいんですよね。端開けと比べてやっぱり。左右に積む分、積みづらい点があるんで、どうしてもちょっと下りやすいって、端開けよりは下りやすいっていう点があるんで、まあ、そこをやっぱりこういう試合うまく取っていきたいですね。しっかり積み込みやすい端開けの利点を活かしていきたい。さあ、どうだこれ。こちらがだいぶ先に発火したが、中開けの利点が出るか。中開けやっぱりね、受けられるんで、しかし、間に合わなかった。よしよしよし。これはまあ、さすがに発火するのが遅かったんで、押し切れるだろうと思って、速攻で発火して押し切ることができましたね。相手が間に合えばまだ耐えられる、そうだったかな。まあ、ここら辺のね、相手の連が発火するタイミングで押し切れるか押し切れないかっていうのを判断は結構まあ経験も重要になってくるんで、今のは差し切れるだろうと、判断した上での連の発火だった。まあ、さすがにね、中開けは耐久力はあるとはいえ、いくらなんでも発火するのが遅すぎるとああいう風に押し切られてしまうので。まあ、判断的には悪くなかったですね。もう一つ見ていきましょう。さあ、ストレートに取っていき、今9対6ですね。さあ、このツモも、普段はパフェ済みのツモだけど、まあ、Z ミノを種さんにして、端開け、相手も中開け、もうこれですね。さあ、しっかり積んで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 、できるだけまあ、受けが広い形にしたいところ。まあ、まあまあまあかな。言うほど強くはない連打が、さあどういく？ Z ミノ、Z ミノといき、おっと、大ミノから行ってしまった俺。大ミノから行って大丈夫か？大ミノから行くと、J ミノまでしか釣らない。これちょっと連の、繋げる判断間違えましたね。さあ相手 T ミノまでの11連。多分これは、おそらく勘違いしたと思います。連が繋がるルートは見えていたと思うけど、ミノを勘違いして置いてしまったパターンですね。おそらくそうだと思います。さあ、しかし、有利。T スミンダブルから、ホリレンで、J ミノ、S ミノ、I ミノまで、で、地味な攻撃で刺さっていく。最後にダメ押しのテトリス。まあ、オーバーキルですね。しかし相手もそこまで連繋がってなかったんで、ちゃんと Z ミノから、連繋げるルートでいけば、まあ、勝ち、格、ま、ミスんない限りは勝ち格に持ってきたと思うんで、これはあんまり良くなかったですね。さあ、早めに発火してきた。それ見て、ちょっと、そうですね、ライン消去を、2ラインとか3ラインにしないと、ちょっと間に合わなそうかなと思って、今そういう判断にしましたね。1ライン消しずつだと、相手の攻撃が早くて間に合わないよね。ああいう風に切り替えるのも重要になります。さあ、しっかり切り替えて、順調に連繋いで刺しに行きましたね。まあ、やっぱり、端開けはその、何回も言うけど、中開け、発火するのが本当にね、早いんでね。端開け結構、時間かかるんで。相手があまりにも発火するのが早くて、そんなに連の方がなかったので、3ライン消しとか、込みでも、問題ないことを判断して、しっかりこれ T スピンダブル見ましたね。冷静に T スピンダブル見て、あまり積み込まずに受けられる体勢を整えながら、下穴の直列が強い、そこに相手も、エルミノの置きミス致命傷で刺さりましたね。いや、この端っこに穴が来ると本当に強いんでね。さらに連のフォアが4、まあ、実質4ライン分増えるんで。まあ、これはまあ相手が、置きミスしていなかったとしてもおそらく有利取れていたでしょう。まあ相手の考えとしては多分 T スピンダブルで端開けのところを潰そうとしていたと思うんだけど、まあしっかりこちら凝視してるんで。真ん中高くしすぎずに受けられる体勢を整えながら、なおかつ直列を活かしていくと。ここら辺はね、まあ、相手も戦略面でしっかり考えているけども、まあ、それをね、もちろん読んでいるんで、こちらも。
冷静に行きましたね。さあ、12対、12対6。ですね。もう一回ストレートに取って、スロースターターを発揮していく。スロースターターを発揮していく、このアメミア。さあ、橋開きたい中でも恒例。恒例中の恒例。さあ、こちらの方が、積むスピードは速いが、ちょっとやっぱり、今のは積み込むと時間がなくなりそうだと察知して発火しましたね。あんまりうまく組むことを意識すぎると、本当にね、中開きボン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 、飛んでくるんで。橋開きはね、いちいち移動させなきゃいけない分、ちょっと遅くなるんで。できればこちら側が先にね、発火して余裕を保ちたいんでね。さあ、これはどうだ？相手が繋がらないのを見越して、これ、発火しましたね。こういうのも、相手のネクストを見て、しっかり連が繋がらないのを見切るのも重要です。今のは、相手が繋がらないのを見越して、しっかり16連までで刺しに行きましたね。さあ、今回は、あいみのどれ。そこに、相手があいみのの置きミスをしているんで、これはもう冷静に行きたい。冷静に。そうですね、一回、あいみので消して、二ライン消しから、まあ、確実に刺されないのを意識すれば有利が取れるんで。さあ、そこにさらに大きいミス多発している。T スピントリプルを打つが、こちらしっかり連繋がるんで、おそらく大丈夫でしょう。T ミノ、アイミノ、Z ミノ、じゃない、S ミノ、L ミノまでですね。14連まで。まあ、こういうところでね、下手に積み込みすぎると、相手はもう連で来ることはないので、大きいミスしている時点で。火力でワンチャン取りに行くぐらいしかないんで、そこもしっかり見ることは重要です。さあ、今回は、T スピンダブルないのを見て、おぉそう、ミスってしまって致命判定になってしまう。これ、そうだな、思い出したこれ。実戦でこれやってて笑っちゃいましたね。これが最後の試合だったんで。まさかの、連同士の対決だと思いきや、相手のボンミスで致命判定になって刺さってしまった。ちょっと、だいぶしょうもない終わり方だったが、まあこれで、結果的には15対6で勝利しましたね。さあ、6対6で引き分けだったが、さすが、まあスロースターターと言われているこのアメミア。6対6からすべてストレート勝ちしていき、9対6、12対6、15対6と、一気に引き離して、結果的にはダブルスコア以上。というわけでね、結果はまあ、さっきも言ったと思うけど、15対6で勝利しました。これは5回戦かな。5回戦の、相手、バーサス運動戦でしたね。まあ、順調、かなり順調じゃないですかね。今日挙げた、バーサスアジャンバ戦も15対8で、まあ、今まで戦った相手は全員10本以内に抑えているので、かなり順ちゃんなんじゃないかなと思います。はい、じゃあまあこんな感じで皆さん今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。